日銀は全国の景気の情勢をまとめた1月の地域経済報告通称桜リポートを公表しました全国9つの地域のうち北陸、四国、九州、沖縄の3地域で景気判断を引き上げた一方で北海道は個人消費が鈍くなる懸念から下方修正しました新型コロナウイルスの感染拡大によって 飲食や宿泊などの個人消費が悪化する一方で、自動車などの生産が堅調なことから大幅な引き下げには至りませんでした。ただ、緊急事態宣言の対象地域が現在の11都府県から増える可能性があり、景気の先行きには悪化の懸念が強まっています。